目的地に着いたわよ。1年経っても地元で相談できないって辛いね。それができるようになるまで私たちのような者が頑張るしかないのだろう。くどーくどどどー、王様が呼んでる気がする。寄り道をする必要はないな。この寒さで町の外で行き倒れたら命に関わるわね。ああ無事だといいんだが。訳ありってのも気になるよね。犯罪者とかじゃないよね。馴染んだわ。怪我をしているようね。助かったよ。薬草を取りに来たんだが怪我で動けなくなってしまって。なあ、ひょっとしてあんたダナ人の友達がいないか。なぜそれは。じゃあ、この人が。やっぱりか。その友達に頼まれて探しに来た。あいつがバカなことを。町の誰かに知られたらどうする気だ。あんたのことが心配だったんだろ。歩けるか。一緒に町に戻ろう。いや、シスロデンには行けない。我々レナ人は締め出されているからな。私は山の隠れ家に戻るよ。あいつによろしく伝えてくれ。まさかレナ人とは思わなかったな。我々を頼るのも無理からぬ話だ。どういう関係なのかしら。それはいる。依頼人から聞けるだろう。元密告者にレナ人の友とは意外な組み合わせだったな。町を出たんじゃなくて。あんたの友達見つけたぜ。無事自分家に戻っていった。そうか、よかった。あったなら分かったろ、なんであんたらに頼まざるを得なかったか。どういう関係なのか聞いてもいいか。俺が密告者だったのが周りにバレてヤバくなったことがあったんだ。町の外に逃げ出したはいいが寒さで行き倒れかけてさ。その時彼が助けてくれたのか。最初は疑ったが、その辺は俺も匂いでわかる。あいつは本当にただ助けてくれただけだった。なぜあの人は他の土地にも行かず
厳しい雪山暮らしを続けているの。シスロディアの山が好きなんだとよ。信じられるか、1年前青空が戻った時感激したそうだ。こんなに美しかったのかって。いいやつだよ。話も面白いし物知りだ。代わりに俺は生活に必要なものを提供してる。良い関係を築けているのね。まあな。さてっと、誰かの目を引く前に退散させてもらうぜ。ありがとうよ、助かった。やっぱり英雄と呼ばれるやつは違うな。シスロディアも変わらないようで、変わってきてるのかもな。気にしてるのね、英雄って言われたこと。いや。ね、せっかくシスロディアまで来たんだし、このままカラグリアの様子も見ていってはどう？カラグリア？そりゃここからなら近いっちゃ近いけど、ナザミルはいいのか？今のあの子は私たちには見つけられない。会いたい時は向こうから来る。ならどこにいても同じよ。まあ俺は構わないけど、アレフェンはいいのか？行きましょう。同じ場所でくすぶってるよりいいわ。わかった。カラグリアか。紅のカラスのみんなはどうしてるかな。みんな相変わらず元気だけは有り余ってたぜ。雪のシスロディアから。暑いカラグリアだ。みんな体調を崩さない気をつけるんだぞ。今は早くこの寒さから逃れたいが、向こうに行けば懐かしくなるのだろうな。この先どんな出会いが。ズーグルだろ。いや、そのもっと先の。
雰囲気が変わった。油断するな。たまには羽を伸ばすか。でも財布の紐は緩めないんだよな。感じるぞ、窮した民の思いを。よう。なあ、どうだ？ん？あんな風に自分のこと心配してくれる家族がいるってなんかいいよな。兄弟の絆ってやつなんだろうな。お兄さんが森の風景を楽しめるといいんだが。どうしたロウ。いや、妙に静かというか。
そうか。いつもこんなもんじゃないか。普段はもっと騒がしいぜ。ほら、家を建てたり直したりでさ。それが全然ないんだ。言われてみれば、復興の工事が止まってるのか。いやあ、炎の剣じゃないか、ローモ。アルフェンでいい。恐れ多いって。なんたって俺たちを救ってくれた英雄ご一行だからな。なあ、それよりどうしたんだ。工事が止まってるみたいに見えるぜ。おう、だから来てくれたんだろ。いや、話が見えねえって。ちゃんと説明してくれよ。復興工事を仕切ってるのは紅のカラスだろ。けどここんとこ忙しいだなんだって。おかげで俺の家の修理がのびのびなんだ。家族も待ちわびてるってのに。資材さえありゃなんとかなるんだが、いかんせんズーグルが邪魔でな。俺たちに調達してきてほしいってことか。ああ、イグーリア高地で見つかるはずだ。英雄にとっちゃ朝飯前の仕事だろう。ち、調子いいな、まったく。英雄の仕事か。ハルフェンと言って放ってもおけないな。行こう。また悩んでるわね。英雄だからと頼る人たち。そう。いや。どうかしら。よっしゃ。ええ、何でもないと言われると帰って。気になるな。置けないということ。鳥羽、何をどこに置けないんだろう。服を集めることと何か関係あるのかな。なんか引っかかるよな。あ、最近ズーグルが集まってきた。イグーリア高地は相変わらずズーグルしか住んでないんだ。無理して住みたくなる場所じゃないわね。申し訳ないけど。あれか、頼まれていたのは。
に謝った。世界を一でカラグリアの気候も穏やかになりつつあると聞いていました。これはあくまで以前と比べればということだ。あまり急すぎても人の草木もついていけまい。いえ、そういう話なしではなくてですね、この国でも気が軽に水浴びできる日が来るといいね。あれが倒すべき相手か。邪魔よ。相手には困らないな。今が止め時よ。冷え冷えにしてやったわよ。トゲトゲにもしてやったな。決めて。なんとか乗り切れそうだ。最後まで油断はするなよ。もちろんそんなつもりはない。いてつく氷の槍よ。はぁ、叩き潰す。いつまでだね。野宿も一人でないなら悪くないわね。あ、この食材レシピに載っていたわ。さすが、見逃さないな。必要なものはこれで全部揃ったな。これで少しは復興が再開できるといいな、うん、また考えてるのね。頼まれたのは俺じゃなくて炎の剣なんだろうな。あなたを知る人はあなたを見てるわ。誰しも己の内面と他人の印象のズレには悩むものだ。とはいえ今の君には対して気休めにもなるまいな。ねえ、とりあえずウルベゼクに戻らない？ここにいつまでもいても仕方ないし。そうね、戻りましょう。いたよ、頼まれてたやつが。やるしかない。俺の真骨だ。こうし共に避けているなんて、さすがね。お褒めに預かり光栄だよ。事実を言っただけよ。助かったよ。いいね。これ行って。ふざけろ。冷え冷えにしてやったわね。トゲトゲにもしてやったな。頼まれてたズーグルは片付いたな。
肉以外にも何か落ちてるぞ。お、戻ったのか。守備はどうだ。ああ、一通り揃ったはずだ。助かる。さすがは炎の剣だ。頼んでよかったよ。ありがとな。最後まで炎の剣か。断ってたらどうなってたんだろうな。それは失望はされてたでしょうね。やっぱりやってくれて当然。期待を裏切れば失望。ポルラーンの言った通りか。俺はどう振る舞うべきなんだ。望まれた通りしたとして、それは俺なのか。ナザミルにだって偉そうなことを言っておいてこのざまだ。これじゃ未来なんて。アルフェン、町に行けばこうなることは分かっていた。なぜ行こうと言い出したんだ。アルフェン、あなたが私を救ってくれたのは英雄だったからなの。そんな、違う。そうじゃない。ただ俺は。いいこと。あなたが戦ったのはあなた自身にそうするだけの理由があったからでしょ。それにあなたには仲間がいる。助言してくれる人だっている。ここに来ようと言ったのは本当はあなたにそれを思い出してほしかったから。この町には私たちとは違った形で助けてくれる人がいるはずよ。紅のカラス。いや違う、毒。そうか、毒か。毒は今はウルベゼクで暮らしてるんだったな。ロウ。壁が壊され世界が一つになってもまだ人は自分たちを二つに分けたがるんだな。そういうやつもそうじゃねえやつもいるってことだな。さっきの仕立て屋のおっさんみたいに。そうだな。手を取り合おうとする人がいる限り。元気そうだな、ドク。そういうお前さんはなんて顔だ。久しぶりに来たと思えば。なんじゃ、何を悩んどるのか知らんが、さっさと話せ。そのために来たんじゃろうが。全部お見通しか。
実は。なるほど。誰も彼もが頼ってくると。頼られること自体はいいんだ。みんなの力になれるのは嬉しい。ただ英雄だから当然と言われてしんどいとな。そりゃ無理もないわい。わからないんだ。レナ人からは問答無用で嫌われ、ダナからは英雄だなんだと言われて、俺は一体誰なんだ。結局わしらは皆奴隷だった頃と大して変わっとらんのかもしれんの。なあアルフェン、お前の手はいくつある。手？そりゃ二つだけど。その二つの手で一度にいくつ掴める。ああ炎の剣は一度に百も千も掴むことができる。何せ英雄だからな。わけなかろう。それは皆お前と自分が思う炎の剣、その区別がついとらん。そこが問題なんじゃろ。だから教えてやるといい。お前の手は二つしかないってことをな。助けを求められても見捨てろって言うのか。そうは言わん。お前は皆を助けたい。その心意気は素晴らしいし、何も間違っちゃおらん。だが全ての願いに応えようと思ったら、お前はその手をそれこそ千にも増やさにゃならんじゃろう。いや、たとえ千の手があっても、千と一つ目を取りこぼす、そして文句を言われるんじゃ。だからその二つしかない手で何をつかむのか、よくよく考えて選ばにゃならん。お前が決めるんじゃアルフェン。人々でも炎の剣でもない、お前自身が。俺自身が決める。俺自身が。俺は モスガルはレナ人を収容する場所になったから、俺らは入れないんだ。よく我慢してるね、そのレナ人たち。ペレギオンに移住するまでの仮住まい。って話だ。一応、俺たちが住んでいた時よりはだいぶマシになっているらしいけどな。何が始まるんだ。わからないが、きっととでかいことだ。何せ炎の剣だ。聞いてくれ。俺はかつて仲間たちと共に
レナのスルトと戦った。そうすることが皆を救う道だと思ったからだ。だから戦うこと、みんなを助けることは俺の責務だと思ってきた。だけどそうじゃなかったんだ。少しばかり戦えるだけで、俺はただの人間だ。神様じゃない、英雄でもない。何を言い出すんだ。まさかもう助けてくれないってことか。そうじゃない、これからもあんたたちのことは助けたい。けどそれは英雄だからじゃない、誰かに言われたからでもない。俺自身がそうしたいと思うからなんだ。それでもできることには限りがある。だから英雄がいて、いざとなりゃ何とかしてくれる。ネアス、ジルファがいなくなった時、俺たちは分担する代わりにそれをお前に押し付けてしまった。ジルファが死んだようにお前だって死ぬ。英雄だろうが誰だろうが、いつか必ずいなくなる。俺たちはお前抜きでも、いや誰が欠けてもやっていけるようにならなきゃいけない。そうだな。あ、それが本当の意味で支配されないこと、奴隷じゃなくなるってことだと思う。これはみんなの一人一人の協力が必要なんだ。みんな力を貸してくれ。聞いての通りだ。何でもかんでも頼るのはもう終わりだ。これからは自分でできることは自分でやるんだ。力を合わせれば俺たちでもきっとできる。あとは引き受けた。お前はお前のやることをやれ。今まですまなかったな。ありがとう。すっきりした？ああ、結局英雄という言葉に縛られていたのは俺自身も同じだったんだ。どうなるかと思ったぜ。いきなり一人でみんなと話すって言い出すんだもんよ。己自身以外を主人とする者は結局奴隷と同じ。我々も肝に銘じねばな。ここの人々もいずれ分かってくれます。私はそう信じます。みんなが自分で考えて、自分で決めて、いろんなことに気づけるようになって、いつかダナとかレナとかの違いも意味がないって思える日が来るといいね。それで自分の思いに従うことにして、あなたは何をするの、アルフェン？ナザミルだ。何をしているにせよもう一度会って話をしたい。だがまずはニズに行きたい。ニズに？ウルベゼクのように他の町にも語りかけたい。それをニズから始めたいんだ。一つ一つの町で種をまくんだ。そしていつか。大事業だ。英雄でない人一人の手には余る。となれば協力しないわけにはいきませんね。行きましょう、ニズへ。ウルベゼクと違ってニズにはダナもレナもいる。どう始めるつ。森だね。そうだな、別々に話すのがいいか一緒がいいか。どう。おーい。やあ。ええ、
いいわね。アルフェン。ああ、ドーナツが犠牲になるなんて許せない。ああ、シオンから不穏な空気が出てねえか。それだけ食べ物の恨みは恐ろしいんだよ。ふるう。感じるぞ、窮した民の思いを。私たちの出番だね。アルフェン。そうだな。まで行っていない。どういが、それにしても自分のやりたいことか。シオンはどうなんだ。私、前に話したことがあったかしら。いろいろ考えはあるのよ。料理や衣服に関連することとか。やってみたいことはあるけれど、まとまらなくて。そうか。ゆっくり考えていけばいいさ。
今のは高ぶったな。もしかして君がデリオか。父親が探していたぞ。あ、炎の剣のお兄ちゃん、それとあの時のお姉ちゃんだね。あなた、グラニード城で昇降機の鍵をくれた。うん、お城では助けてくれてありがとう。ちゃんと逃げられたよ。そうか、無事でよかった。俺はアルフェン、こっちはシオンだ。僕はデリオ、改めてよろしくね。父親から聞いたぞ。一人で果物を取りに来るにはこの辺りは危険だ。でもお父さんが疲れているみたいだから元気にしてあげたいと思って。僕ね、グラニード城で働かされている時、倒れていくたくさんの人たちを見たんだ。お兄ちゃんたちが助けに来て、その人たちが解放されてとても嬉しくて、だから僕も人を助けたいって思ったんだけど、まずは身近なお父さんからって思って。でも武器は使えないから、できること考えて。デリオ、それならあなたの代わりに私たちが果物を取ってきてあげるわ。シオン、いいの？実は全然見つからなくてどうしようって思ってたところだったんだ。ええ、任せておいて。あなたはお父さんのところに戻って待っていてちょうだい。うん、わかった。お姉ちゃん、どうもありがとう。相談もなく返事をしてしまってごめんなさい。いや、俺も同じ気持ちだったからいいさ。あの子のやりたいこと応援してあげたいわ。あ、そう。こたびも刺激的な旅であった。あれからニズの人たちはどうしてるかしら。変化にはきっかけが必要だ。その意味では変わってないだろうな。おかえりなさい。あなたが言っていた果物を持ってきたわ。受け取ってくれるかしら。お姉ちゃん、僕が触っても大丈夫？もう大丈夫よ。グラニード城では、ごめんなさい、ひどい言い方をしてしまって。ううん、ちょっと驚いたけど、お兄ちゃんが僕は悪くないんだって言ってくれたから気にしてなかったよ。ありがとう。わあ、美味しそうだね。早速お父さんに食べさせてあげるからね。嬉しいよ。お二人とも大変お世話になりました。俺たちがしたことにこんな影響があったなんてな。奴隷からの解放を成し遂げて本当によかった。シオン、どうかしたか？私、あの子の今の姿が茨から解放された私自身と重なっているように思えたの。私も茨から解放された後にやりたいことがたくさん浮かんできて。私、わがままなのかしら？いや、そんなことはないと思うが、いいことなんじゃないか？そうかしら。あの子を見て
私もやりたいと思ったことを行動に移してみたいと思ったわ。そうか。俺は全力でシオンを応援するよ。手伝えることがあれば何でも言ってくれ。心強いわ。ありがとう、アルフェ。それで何からやっていこう。衣服については品評だけじゃなくて組み合わせを考えることもとても楽しそうだと思ってるの。そうか、いいじゃないか。ありがとう。最初は穴全力でいくぞ。任せて。クリエイティブ攻撃うがっ、クハブアップ攻撃うがっ、クハブアップ攻撃うがっ、動きを封じてやろう。カッティのそこが弱点だよ。出せ、見てなさい。はい、動きを止める。息の根止める。マグナレイ今だ。今だよ。スタリアハリム決めたまえ。勝ててよかった。ぶっ飛ばせばいいんだな。問題なさそうな相手だな。最後に踏み込み正常の打線を出す。光を貫け。状況が逆転したら敵は応援だ。邪魔はさせないわ。この上演相手には困らない。無視精霊者この力も攻撃できるなら私も全力を尽くす。任せだぜ。どう言われるまでもない。その背中頼もしいわね。我が術で貴様の俊足を封じよう。いや、縛るといった方がいいかもしれない。いいから早くして。炎が顔色やらせた。逃げる方が逃げるぞ。こういう連絡をしたらいいぞ。本当に強いね。できることを全力でやるまでだ。自分にいると安心できるよ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。クハッ、氷ランプ、水の力で使用バッテンテン。さすがだな。お前がいてこそだ、マルテ。よし、問題になりそうなズーグルは
あらかた片付いたな。早く心に知らせてあげましょう。こたびも刺激的な旅であった。